警察署に名称変更が行われたと。名前変える、名前変え、まあいいけどね。稲田でもよかったのにね、稲田でも。稲田区じゃダメだったのかね。多摩区はさ、東京に多摩市があるから、他の名前の方がいいなと思うんですけどね。なんか、稲っていう、田舎っぽいと思ったのかな。まあ、多摩はね、あの、埼玉県の方も昔は多摩で、埼玉県の名前の由来がね、多摩の先にあるということで、多摩、埼玉ってなったっていうのも、そう、まあ諸説ありますけどね。あの辺まで多摩なので、多摩の中のここは稲田なんだよということで、稲田の方が良かったなと思いますけど。すげんの私が廃止されました。どこだったんだろうね。ちょっと詳しくは分かんないけどね。1974年9月、多摩川水害で対岸の狛江市側の住宅が流出。被害拡大を防止するため、二課領宿ヶ原堤を爆破した。これが原因だったんだね。あ、TBS 系だったと思いますけどね。テレビドラマ化されたような気がしますね。爆破ってすごいよね。なんで爆破したんだろうね。1975年、住居表示実施に伴い、高津区より長尾が編入した。高津区にあった長尾という場所が、こちらの方に編入された。じゃあ長尾っていう場所は南の方に存在してんだね。そこら辺で天然水が取れるんだね。まあ前の方、上の方でそんなのがありましたけど、1977年の11月、多摩図書館新築開館し、対面朗読室を設置。1978年、多摩自然遊歩道が完成。1979年、長尾の里巡り遊歩道が完成。1982年7月に麻生区が分区。これは新百合ヶ丘のあたり。まあ、地図を見ると、東京都の多摩市と、それから町田市の間にね、神奈川がぐにゅっとね、突っ込んでるところがあるんですけど、そのあたりですね。なんか飛び地もあったような気がしますけどね。そして、1988年6月、昭和でいうところの、63年かな、川崎市計画事業上りと土地区画整理事業施行条例施行で、翌年に、区画整理審議会会議要網制定はよくわかんない。なんか行政の事業が始まったような感じですね。ちゃんと開発して
住宅地を増やすみたいな、そんな感じかな、わかんないけど。1995年の多摩川梨もぎ取り連合会が解散。もうこの辺で梨はもうあんまりそんなに大事じゃなくなって、宅地化されてなくなっていったような、そんな感じかな。それでもっと他県からね、梨が入ってくるようになるんじゃないかな。だから最近こっちの方に行っても、もう梨園がそんなにあるわけじゃん。まだ残ってるとこもあるかもしれないけど、昔ほどではないんじゃないかな。僕のね、記憶をたどっていくとね、まあこれより以前に梨もぎに行った記憶もあるし、もっと昔はね、多摩川の小田急線あたりに行くとね、さつまいも掘りとかね、そういうのやった記憶があるんですけどね。で、1997年多摩区総合庁舎会長